村井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、参政党愛知県第9区国政改革院のプロボクサーの村井孝弘です。僕は現在プロボクサーとして、活動させてもらっています。現役の日本ランカーでもあります。ただ一度プロボクサーを一度引退します。僕は17歳でプロボクサーになって、そこから人生を変えることができました。人に応援される喜び、人に必要とされる喜び、そういったものを僕は知って自分自身を変えることができました。自分自身を変えて、本当に今もずっとこうやって変えることができました。自分が、僕は変えることはできたんですけど、僕が今ここに立ってる全てのターニングポイントというか根本なんですけど、育ってきた環境です。僕は自分の家庭環境はすごい複雑です。二つ上の兄貴とは 兄貴とは父親が違う、二人弟がいるんですけど、二人の弟とは母親が違うという、そういった環境で生まれてきました。自分が物心ついた時から、僕はなんで生きてんだろうって、死んだらずっとどうなるかなって、そんな思いで生きていました。最初は15歳の時に喧嘩が強くなりたい、そういった思いでボクシングを始めさせていただき、そしてプロボクサーになって自分を変えたんです。そこからずっとです。ずっと言ってること変わりません。僕は、皆さんは夢を持ってますかと、目標を持ってますかと、ずっと言い続けてます。夢を持つのは正直怖いです。目標を持つのもすごい怖いです。人と違うことするのってめちゃくちゃ怖いです。今もずっと正直めちゃくちゃ怖いです。ただ誰かがやらないといけないし、誰かが立ち上がらないといけないし、誰かが声を荒げないといけないんです。今の日本って違和感だらけだと思うんですよね。皆さんはその違和感を感じてここに集まってくれてると思ってます。その違和感を発信してやっぱ伝え続けてないといけない。人は目に見えるものとか信じないんですよ。目に見えるものとか目に見えるものしか信じないので、もっともっと、だったら自分が目に見える存在になって僕は声を荒げ続けようって思ってます。もう一個あります。僕が本当に世の中を本気で変えようって僕は本気で思ってます。僕はその一回プロボクサー一度引退したんですけど、その2017年の8月の時ですね、精神科の閉鎖病棟で手と足を壊される入院を経験しました。本当にそこからですね、人のその根っこの部分が見えたというか、人の根本が見えたというか、その世の中の人ってほとんどの人がすごい嘘ついてるなって、そういうのをすごい感じてます。今の世の中って本当僕は嘘だらけだと思ってます。こうやって今も僕も政治関わらせてすごい思うのが、みんな口だけ、本当に口だけ、プロボクサーでこうやって応援してもらってても、みんな応援するねとは言うけど、誰も応援するんですけど、すごい嘘っていうのがわかるんですよね。僕は本当にそういうのを変えていきたい、根本を変えていきたいというのがあります。人は各々がそれぞれの役割を、使命を持ったらいいと思ってます。弱さを受け入れることで本当の意味で強く生きれると思ってます。劣等感は力になります。そしてその劣等感は自分の使命になって、天命になって、いずれ自分の財産になります。そして一人一人が変わることによって周りが変わります。周りが変わることによって地域が変わります。地域が変わることによって社会が変わります。社会が変わることによって日本が変わります。そしてこの愛知の地から皆さんの手で力を合わせて、この日本を変えていきましょう。参政党愛知県第9区国政改革委員、村井孝弘でした。温かいご声援ありがとうございます。愛知第9区国政改革委員、村井孝弘でございました。